左足をリードすることにより腕が下ろされて、腕を使いますよね。上半身を使える、下半身 70% 使えてヘッドが走る、上半身も使えて、でヘッドがこの反動で走りますよね。なので振ってる気はしないのに。プロゴルファーの福山です。今回はですね、左足リードについて説明したいと思います。僕はずっと左足リード左足リードって言ってますけど、なんで左足リードかっていうことが大切なんですね。では説明しますね。左足リードとは何なのか。左足リードっていうのはテイクバックのこのトップの位置、この位置からの話です。この位置からこの左ポケットがこの左斜め後ろ方向に引っ張られることによって、そのまま手が下りてヘッドが走る。そのまま手が下りてヘッドが走る、このことを左足リードと呼んでいます。なので、テイクバックをしてこの左足リードをしながら腕を振るのは左足リードではありません。リードっていうのは引っ張られる、ね、連れてかれるっていうのがリードですよね。この、ここにある何かものがあったとして、これをリードするっていうのはやっぱこう引っ張る人がいるわけです。でその引っ張られる対象が動いたらリードされないですよね。なのでこのトップの位置から足を左足でリードしながら、もう腕をヘッドをこうやってこのように振ってしまったら、これ何も意味なくなってしまいますね。結局足よりもこの手を振ったこの腕の弱い筋肉で振ってしまうことになります。実際腕の筋肉とは弱いんですね。腕の筋肉はもう 10% とかそれぐらいしかありません。下半身は、筋肉量でいうと 70%、 上半身は 30% です。なので筋肉量からしても下半身の方が大きいんですね。でテイクバックして下半身左足をリードすることにより腕が下ろされて、腕を使いますよね。上半身を使える、下半身 70% 使えてヘッドが走る、上半身も使えて、でヘッドがこの反動で走りますよね。なので振ってる気はしないのに自分の 120% の本当のスイングができるっていうのが左足リードっていう話になります。ゴルフクラブっていうのはこうやってコックって言って、ここが折れてますね。この折れてるこれがほどける時にもパワーが出ます、要はローテーションといわれるこれですね。この動きです。この動き、この動きでもパワーが出ます。だから下半身 70%、 上半身 30% で、そして左足で引っ張られるからこのようにヘッドが走る。これでもうフルパワー 120% のスイングができると。で大きな筋肉を使っているからそんなに疲れないんですね。だから振ってる気がしない。振ってる気がしないと皆さん振りたくなるんですよ。振りたくなるっていうのはこの小さな筋肉ね、腕をこうやってって振るんですね。このようにって頑張ってみる。で腕を振ったところで自分だけ満足するだけで動画見たら変な動きになるんですね。手を使わないで満足しない、物足らないなっていうスイングの方が本当はヘッドスピードが出て綺麗なんです。では左足リードを振ってみます。トップまで上げてこのように左足で引っ張って関節が行きたい方向に行けるように手が勝手に走ると、こういう動きが大事ですね。で、小さい力、この腕の力を使ってみましょう。左足リードをしながらもこの小さい筋肉で振っていきます。そうするとどうやって見えるかっていうと、このように見えます。僕の中でも振ってる気が満々なんですね。小さい筋肉だから、小さい筋肉をフルに使って疲れます。疲れるけど実際動画見るとヘッドスピード出ないんですよね。しかも連動もしないからパワーが伝わらないんです。そんな状態ではいけません。なので僕が進めているんです、左足リードで。なんで左足リードになったかっていうと、僕そもそも手打ちなんですね。めちゃくちゃ手打ちで、インパクトゾーン、ここだけまっすぐ当てればいいって僕は信じ込んでました。なので、ノーコック、ノーコックってここですね、ここが折れない、ここを折ったら次当てるのに大変だから、ノーコックでこのまんま上げて、でしかもトップなんてこの辺でもここまで上がるから、ここら辺で止めて、それで上半身で回していってインパクトを合わせて右肩を前に突っ込むというスイングをしてたんですね。これで僕曲がらなかったんですよね。こういう感じです。こんなスイングをしてました。このように上半身を使って球を曲げないことだけ考えてましたね。ノーコックでこういう感じで置きに行くゴルフしたんですね。それだともうスピンも少なくて球が低くて深いラフとか全然出ないんですよ。なので本当にこう3日間とかゴルフやるとどんどん飛距離が落ちてくるんですね。それではいけないと思って手を振っている人がじゃあ何をしたら綺麗なスイングになってこうより飛距離が出るのかっていうのを考えた結果、トップ上げますね。そしたらヘッドってこっち来るじゃないですか。ヘッドこっち、ヘッドがこっち来ます。これ上がりますよね。でヘッドから一番遠いとこって何ってやったら左足なんですよ。なのでこれが振られる対象数ね。この左足がエンジンです、先端で、この足が振ってくるから先端がこのように動き出すんです。このように動きますね。それでプロゴルファーがよくやるこういうためですよね。こんな形になるじゃないですか。でここの形は人によって違うんですよね。足の回転の速さとかこう踏ん張る力とかね、蹴る力が人によって違うので、ちょっと形は違うんですけど、プロって大体こうやってきますよね。アマチュアってこうやってきますよね。アマチュアの人、僕も昔こうでした。でこうやった方がボールに対して当てられるって信じ込んでたんですよ。でもこれは違うんですよね。しっかりここから一番遠いクラブをこの先端が引っ張ることでこのように降りてきます。そうするとここでローテーションが起きてくる。それによってこのように引っ張けるんですね。なのでここローテーションしないでまっすぐって考えてる人はここまでうまくいってもローテーションでまっすぐやったらこのように肘出ちゃいますよね。なので肘を出さないためにもローテーションしたいんです。こうやってローテーションして足を使うからヘッドが走る。でこのように順番左足リードで起きてヘッドが走ってフィニッシュまで行く。なので腕に力が入っちゃいけないんですよ。腕に力入っちゃったら左足リードしてもこのように伸びやすくなっちゃいますね。スムーズに降りなくなっちゃいます。なのでスムーズに振るためにも上半身というのは力を入れちゃいけないんです。このように力入れないで左足がリードすることによってクラブが最終的に落ちると。このためっていうのが勝手にできます。ここで降りてますよね。足を使うからこのまま降りる。これはもうためなんですよ。もうこれがため。左足リードは勝手にためが作れます。そして最後にパンってヘッドが走る。これで打つってことなんですよね。だからこう上げて足で下ろしてここから溜まったものでパンって打つ。これがヘッドが走るということですね。そうするとこう上げてこう来てヘッドが走る。このようにヘッドが走らせるってことができます。でこれを使うとテイクバックしてこのように連動します。力を抜こうと思っても皆さん結構力入っちゃったりするんですよ。なので動画を見てちゃんと力入ってないかっていうのの確認が大切です。なので自分がこう力入れないで左足でリードできているかっていうのを確認する練習をしてみてください。僕の YouTube で左足リードドリルってあるんですけれども、そちらを見てもらうと、足が動きやすくなるような練習ドリルが、YouTube でアップされているのでぜひ見てください。皆さんも左足リードをしてしっかりスムーズに動けるように頑張ってください。この動画がいいと思った方はグッドボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。